えー、あの、今朝のナオボイスでも話したことなんですけども、えー、もうちょっと封印してお話しますね。あの、岸田内閣の支持率が30%切ったとかなんかそういう報道があって、なんかみんな、なんか下り顔でね、いや、岸田さんもう持たないですねとか、なんとか言ってる方々がいるんですけど、全く興味ないんだよね、内閣支持率とか。ホスすかみたいな。あの、だってさ、マンデーとマンデーとってその民主主義のね、えっ、ー、と、県政の常道からすると、岸田さんは前回の選挙でまあ、勝ってマンデーと思ってるわけでしょ。で、 要するに、その後なんか、えっ、ー、と、大学支持率聞かれて、支持します、支持しませんってこうやって答えてんだけど、適当じゃん。もう適当じゃん。俺、俺も含めてね、あの、姿勢の方々、皆さんこれ聞いてる方々も、適当じゃん。俺たちそんなに真面目に国政のこと考えてる印象だけでしょああ、なんか、岸田さんこんなことやってるって報道されてるとか。何も考えてないじゃん、6人。で、もちろん、その何も6人考えてない国民の民意が選挙の時に、 まあ反映されるわけで、ただ僕はその、一つ選挙と、その、えっと、いわゆる世論調査ってのは違うのは、世論調査は本適当だと思うんだよね。本当適当だと思うんだよね。何百万回も言うけど適当だと思うんだよね。選挙の時ってのは、まあ、そうは適当と言っても、一票を入れる時には、世論調査よりは真面目に考えるだろうから、まだ世論調査よりも選挙結果の方が、まあ、なんか統計的に言ってもですね、まあ、信頼できる民意の反映であることは間違いないでしょう。 だからその世論調査みたいなふわふわしたもので、ああだこうだ言うってら全く僕は分かんなくて、僕の基本的な考え方としては、あの、要するに選挙があって、で、その選挙を引いた投資さんは、その後世論調査がどうなろうと知ったこっちゃ、次の選挙まではまんでよと思ってるってのが僕の基本的な考え方です。 で、これね、イギリスとかもそ、はそうだったんだけど、イギリスは皆さんご存知のように、最近首相が日本みたいにコロコロ変わって、もう、なんか、もう、なんかよくわかんない、低たらくなくになって、今のスナック首相がどれくらいやるのかわかりませんけども、イギリスも変なことになっちゃってるけど、ま、あの、日本はも、もともとなんかもう、なんか論理的な思考とかないじゃん。この国って。みんな。だから適当になんか、なんか、岸田さんの支持率が、なんか30%を切っちゃいましたね、とか、なんか、危険水域ですね、とか言ってんだけど、適当じゃん <laughs> 適当じゃん <laughs>。だから俺、そういう適当な数字をさ、なんか、あのー、ああだこうだ言うっていう風潮に全く理解ができない。僕、こんなこと言ったら別に岸田さんの味方してるわけでもないし、岸田内閣を熱烈指示してるわけでもないし、原理原則の問題として、世論調査に、なんか、右往左往をするのって適当すぎるでしょ、そんなの。よく考えてみ、適当でしょ。 だから僕は基本的には選挙がマンデーとその政権の正当性を与えるものとして機能してて選挙は重要だと思いますよ。ただ民主主義の基本なんでね。でも世論調査はそんなに重要じゃないよね。しかも世論調査のまずいところは世論調査をするって形でまあ旧来のメディアがまあ力を持ち続けるという。でもそんなことよりも僕はジャーナリズムもちゃんとやってほしいと思いますけどね。あの、調査報道とか、ちゃんとした論評とか、そういうことをちゃんとやってくれる方が世論調査を発表して、 だって世論調査なんて別になんかさ、統計的な手法を確立してたら誰でもできるじゃん、そんな。ねだからそれを、<laughs> 世論調査を発表して、なんかその政治部っていうか政局部の記者さんたちが、中心となってなんか、自分たちがあたかも、えー、日本の政権をですね、左右しているかのような幻想を抱くっていう、そういう副作用を考えたら、世論調査なんかに、そんなに、いや、面白いから見ますよ。見るけど、まあどうせ適当なんだろうっていう、話半分に聞いとけばいいんじゃないですか で、今度選挙の時にどういう結果が出るかっていうのはわかんないわね。それは岸田さんの支持率が低かろうがんだろうが。また選挙結果はまた別かもしれないじゃん。で、民主主義においては選挙結果だけが重要だから。もちろん、あの、ある種の直線民主主義ってか、ここのイシューについて、ここのイシューについて、えー、例えば、えっ、ー、と、 例えば、消費税どうするかとか、あの、インポイスどうするかとか、そういうことについて世論調査をするのは、それはいいことだと思いますよ。だけど、全般的にその、えっ、ー、と、北内閣の支持率っていうことを言うのは、本当に意味がないと思うし、それからその、支持率ってもなんか別に支持率っていうかその、えっと、なんかね、その言い方が俺は無視じゃなくて、まあ、英語だとアプローバルレーティングって言いますね。アプローバルってのは、認めてるかどうかってことで。だからそれはさ、ちょっとなんか国民が主体じゃない。 ね、わかるあの、アップローブする。あなたのやってることアップローブしますよって国民が主体な感じするじゃん。でも、支持率って言ってなんかこうやって上に誰かいてこう支持してるみたいな感じがするじゃん。そういうとこも含めてなんか出せえなーって。僕はだから本当に日本の、えっと、世論調査の支持率は僕何回も言いますけど本当にどうでもいいと思ってて。あなし半分に聞いてればいいと思ってて。で、えー、それを、 なんか鬼の首取ったように、ああだこうだ言ってる人たちは、本当になんか物を考えない人たちだなっていうか、国政のちゃんと大事なことをさ、真面目に考えた方がいいんじゃないですかえー、ねえ、円安、給料が上がらない、えー、教育、大学、日本の大学もダメになっちゃってる、こういうことをちゃんとどうすればいいかって考える方が、そんな世論調査がどうのこうってくだらないことを、えー、ごたごた言ってるより、はるかに僕は価値があることだと思っています。